皆さん明けましておめでとうございま す。本年も山田五郎大人の教養講座よろしくお願いいたしますということで、新春恒例って言ってもまだ2度目だけどね、おめでたい家シリーズということで紹介したんですけども、いますよ。島崎さんの方から、あの今年はうさぎ年なんでうさぎの絵でどうですかみたいな話あってさ、でデューラーのすげえうまいうさぎの絵とか、あのアンリ・ルソーのうさぎの絵とか、ピロスマニのなんだか分かんないうさぎの絵とかいろいろあったんだけど、今年の大河ドラマがさ、ほらあの松潤のどうする家康じゃん。でそういえば日本にはアンリ・ルソーを上回る天然力と破壊力を持つ大画伯がいたなって思い出して、こちらですよ。そのどうする家康の孫三代将軍徳川家光作のこちらのうさぎ図で新年を皆様と共にお迎えしたいと思うんですけどもね。これですよ。これ部分アップです。これ全体はこうなんですよ、ね、でこれあのご家私品なんですよ。あの将軍様がわしの絵じゃって言ってくださったやつなわけ。つまりこれ完成なんですよ。これなんですよ。これで完成なんですよ。この余白は勇気いるでしょう。普通はなんか書いちゃうでしょう。これ書かない。このさすが将軍でしょう。これですよ。この勇気ある余白で、これさ、なんでこの絵描いたと思う、和田さん。なんで、これどういう絵だと思います。なんか森の中で、うん、切り株からウサギが出てきて可愛かったから描いた。ウサギが出てきてこんにちはなの、これ。これ思うにね、木の切り株とウサギというと、あの教養のある人はピンとくるんですよ。あのシュシュタイトっていう言葉があるんですよ。シュシュタイトですね。ウサギっていう字が。ウサギっていう字がどうだっけ。これシュシュタイトっていう言葉が、これはあの中国のカンピシという人が書いた、カンピシの中に出てくるんですけれども、株を守ってウサギを待つって意味ですよね。切り株を守ってウサギを待つ。これ中国の春秋時代に宋のある農夫が、まあ、畑で仕事してたらウサギが走ってきて木の切り株にぶつかって死んだ、ね、で労せずしてウサギを取ることができたと。でこりゃいいと言うんで、毎日キンキの切り株のところでウサギが来るのを畑も耕さないで待ってたと。二度とウサギが来ませんでしたって、でみんなの話題物になりましたっていうお話なんだよ。でカンピシはそれはね、あの昔の王様のね、あの威勢治め方で今の民を治めるのはこの切り株を守ってウサギを待つようなことですと、昔うまくいったからといってまた同じようにうまくいくとは限りませんよっていう、そういうまあ王様にこの政治のあれを説く教えとして話した言葉なんだけども、うん、まあそれだけじゃなくて、こう そんなさ、一度運が良かったからって二度は続かんよとかさ、あと一回運が良かったからってそれに味しめてね、努力しないで運頼みでいたらダメだよっていう、まあそういう教訓やなんかにも使われるこのシュシュタイトという言葉があるんですよ、うん、おそらく将軍はその教えを書きたかったんじゃないかなと私はすごく好意的に解釈しておりますよ、うん、だけどこれじゃあ上乗っかっちゃって木にぶつかってる感じもしないし死んでもいないんだけどね。ねえ、すごいでしょこれ。さすが将軍でしょ。で、まあ、うさぎ続きで来ると、じゃあ木に木と書いてうさぎ、木うさぎと書いて何と読む。ふくろう、
ミミズク。おお、ミミズクなんだよ。つくつくと読むんだよ。あのミミズク、ウサギみたいなこう耳あるじゃない。うかくっていうらしいけど、あれ耳じゃないらしいんだけどさ、耳じゃないらしいんだけど、あるから、まあ、木にいるウサギみたいなことで、あのつくミミズクっていうんだけど、この上様はさ、ミミズクも大変お好きで、ウサギ以上にお好きで、ものすごいいっぱい描いてんだよ、ミミズクの絵。これはね、下関市立歴史博物館かなんかにあるやつですね。でちょっとこっちはアップにしてみましたけど、これはね、千駄木の陽源寺にあるバージョン。かわいい、いっぱい描いてる、ミミズク。あ、かわいい、いただきました。はい、うん、いっぱい描いてますね、ミミズク。すごいでしょ、うん。で、まあ、鳥に行ったところで、おめでたい鳥も一個紹介しておきたいんですけども、はい、これは大変に人気のある、これは、まあ、ご存知の方はすぐ分かると思うんですけど、これは何でしょう、この鳥は。あのさん、知ってるよね。クジャク。違う、あれ。おめでたい鳥だよ。そう、鳳凰だそうなんで、でこれも原図はこのぐらい余白があるんだよね。ものすごい余白の中にこいつがポツンといるんだよね。鳳凰のつもりなんだよ。これ俗にあのピヨピヨ鳳凰と呼ばれて大人気なんですけども、府中市美術館のね、金子信久さんって学芸員の金子さんが2019年にへそ曲がり日本美術っていう展覧会開いて、でその本も出したりしてるんですけども、そこでこの家光の、絵が大ブレイクしたんだよね。で人気になっちゃって、で特にこの作品が可愛いっつってピヨピヨ鳳凰っつって人気が出ちゃったわけなんだけれども、このさ、徳川歴代将軍っていうのは、あの将軍家の御用絵師といえば狩野派ですよ。狩野派の絵師にみんな絵を習ってるわけですよ。当時の将軍はその書とか絵とかそういうのできないとね、いけなかったから習ってるわけですよ。で特に家光に至ってはさ、狩野派の中でも探幽直々に習ってるわけですよ。江戸狩野派の、まあ、立役者狩野探幽直々の教えを受けていて、これですよ。もう狩野派の教えとか、どうでもいいんですよ。わしは描きたいように描くっていうね、この自由さ、さすが将軍ですよね。で家光といえばさ、その鎖国体制を完成させたりとか、あとほら島原の乱鎮圧してさ、日本中のキリシタンを全部弾圧し終えたりとか、あと参勤交代の制度を定めたりとかさ、要するにこう家康が始めた幕藩体制のを確立した人として歴史では習うわけですよ。でそのいろんな大名を取り潰したりとかさ、キリシタン弾圧したりとかっていう、非常にそのこわもての武断政治家のイメージが強いわけですけども、描く絵はこれっていうね、この辺のゆるさがまあ人気の秘密なんじゃないかというふうに思うわけなんですよ。でその金子さんがやったへそ曲がり日本美術展とか、まあ、いろんな展覧会でその上様の絵人気になっちゃって、他の徳川家の将軍の絵とかも出てきて、みんな味だって言うんで、うん、この最高の絵師に習いながら全く効果がない天然力っていうのは、これ徳川家の遺伝じゃないかと思われてる、そういうことを言う人もいるんですよ。うん、で確かに初代家康、どうする家康、東照大権現からしてこの感じなんですよ。東照大権現も探幽とかその辺にあれしてるはずなんですけども、まあこんな感じなんですよ。うん、で家光の息子長男が四代家綱ですよね。もうやっぱりちゃんと継承してるんですよ。
東照宮の。でここね、今回俺15代将軍の絵をいろいろ調べてみて一つ分かったことがあるんだけども、まああとで言いますけど、絵の上手い人もいるんですよ、うん、でも絵のあまり上手くない将軍ほど鶏を描くっていう傾向があるんだよ。鶏描いてたらやばいなと思って、だいたい間違いないんじゃないかなと思うんだよね。でだけど今言ったように実は絵の上手い人もいるんだよ、うん、でこれがだから家光の長男の四代将軍、家綱がこのざまじゃないですか、うん、同じ家光の息子で、四男になるのかな、五代将軍綱吉、意外に上手いんですよ、うん、ほら。でさらに人物、この人はね人物が得意なんで、課長以上に、ほらこれ寿老人だけど、普通にうまいんですよ、ものすごくうまいこともないんだけど普通にうまいんですよ、ちゃんと狩野派の教えをねこの人は吸収 してるんですよ。でこの次にまた戻っちゃうんだけど、6代もこんな感じになっちゃうんだけど、はい、次に出てくる将軍家の画伯は8代将軍吉宗なんですよ、うん、暴れん坊将軍、うん、暴れん坊将軍なんだけどうまいんですよ、うん、絵暴れん坊じゃないんですよ、うん、ほらおすごい、綱吉よりうまいよ、うんうん、で吉宗もやっぱり寿老人描いてんだよ、うん、でさっき歴代将軍であんまり絵が上手くない人は鶏を描くって言っただろう、うん、絵の上手い人は寿老人を描くっていうね。それで花鳥画を描く時もこういう感じのやつを描くっていう特徴があるね、どうやら。これはね徳川家の名誉のためにも言っておきたいんですけどね、絵の上手い将軍もいたんですよ、うん、でこれはね11代、家斉かなの頃になると、ほら欄画の陰影、中国の南蘋派とかオランダから出島から入ってきた西洋画の陰影法とかもう取り入れ始めてるんだよ。この11代家斉もまあまあうまいんですよ。で最後を飾るのが15代将軍徳川慶喜じゃないですか。この人に至っては明治維新後は洋画描いてるんですよ、すごい、うまいんですよ。で洋画なんだけど結構技法的には日本画の技法とか使って描いてるんですよ、この人うまい洋画が 5,6 点残ってますね。でほら高橋由一とか河村清夫とか、うん、あの辺の洋画家がついてるから、で特に河村清夫とか慶喜について一緒に静岡まで行ったりしてるから、うん、そういうところからこう教わったりもして、最後の将軍はこう西洋画も上手に描けたっていうことなんですよね。だけど逆に言うとこの、うん、綱吉、吉宗、家斉、慶喜以外は大概鶏派だよ。大概鶏派なんだけど、だからやっぱりその徳川家はそのあれが強いんじゃないかっていうかもしれないけど、その中でも家光はちょっと別格だよ。別格この人は。さこの人には単に緩いとか下手とかっていうのを超えた特徴があるんだけどさ、わかる？このおじいさんの家康とか息子の家綱とかと違うことがあるの気がつかない？こう家光の絵には全て共通することがあるんだけど、目がそう、目がなんかクリというか黒丸がでかい、まん丸黒目。こう歴代将軍はね、このやっぱり家康に従ってこんな目してないんだけどね、あの鶏はね、
こう人間の目みたいに白目の中に黒目を描く描き方をしてるんだけど、この15代将軍の中でまん丸黒目を描くのは家光だけなんだよ。でこれはすごくて、人物描くときもまん丸黒目なんだよこの人。ほらこれな、これ何の絵だと思う？これはね、これも でかくて余白があってここに3があるから初めてわかるんだけど、さっき寿老人の絵だったじゃん、はい、吉本だ。これもその辺のおっさんじゃないんだよある有名な人を描いてるつもりなんだよ。だるまを描いてる、ここにだるまって書いてあるんだけどこれやばいでしょで、このまん丸黒目が家光の特徴なんですよ。そいで和田はさっきから可愛いとか言ってるけど、よく見てみ怖くねえか逆に俺ずっと見てたら怖くなってきたよ、この何も見ていないこのブラックホールのような目逆にやっぱりこの家光のもしかしたらその残酷さを表してるんじゃないかみたいな、この一見緩い感じに騙されたらいかんのじゃないかこれは何かもう底知れぬ何かを秘めてるような気もするんだけどね闇を抱えて闇をかむ、もしかしたらとてつもない闇を抱えていたんじゃないかなっていう気もするわけなんですけれども、まあとにかく破壊力ありますよ、はい、このね、何しろこの家光はあれですからね、あのおじいさんの家康と一緒に日光東照宮に一緒に祀られちゃってるわけじゃないですか、うん、二世東照大権現とまで言われて、もう神様になった人ですよ神様が描いた絵ですよこれ。だ大変なそのパワーにあふれた絵なんでね、この二世東照大権現がお描きになった底知れぬ闇を秘めたこのまん丸黒目パワーを浴びてですね、この天然パワーを浴びて皆さんが今年1年元気に過ごしていただければと思います。今年も1年よろしくお願いします。